岩崎小谷田8月3日から1945年12月2日は日本の実業家で三菱財閥の4代目総帥、断尺。2代目岩崎矢之助の長男として東京府に生まれた。母は後藤祥二郎の長女さなえである。1891年に孔師附属症、1896年に孔師附属中を卒業。 旧正第一高等学校入学。一校の領道室には、馬場イ一がいた。一校を経て、明治32年に、東京帝国大学法科大学に入学するが、翌年の明治33年に中退。1905年、ケンブリッジ大学を卒業し、翌年の明治39年に帰国して、三菱合司会社の副社長となり、明治41年に、父、 矢之助の死去に伴い男爵を継承して1916年には、いとこである三代目、岩崎久也の後を継いで社長に就任、三菱財閥の四代目となった。社長就任後は、拡大戦略を取り、1917年から各事業部を株式会社として独立させることにより、三菱財閥の形態を完成させた。他に、三菱造船、三菱製鉄、 三菱電機、三菱内燃機、三菱重工業、三菱航空機、三菱火星などの各企業によって三菱を日本最大の重工業企業集団に成長させ、日本が不国強兵を進める上で中心的な役割を果たした。ちなみに現在も使われている重工業という言葉は小屋田が英文のヘビーインダストリーズに当てて発案した造語である。 また、九百十二年には、東京講師附属中学時代の同窓生であった、今村銀行頭取の今村重造とともに、同じく同窓生であった、明治、大正期の教育者の中村春治を援助し、整形学園の前身である、私立整形実務学校の創設に寄与した。早稲田大学には、大熊茂信の個人的な魅力も、相まって、大正元年のご大天記念事業募金に、 いとこの久屋と連名で3万円を寄付しているほか、対象7年の大学霊交付により、早稲田大学が、基金の募集に奔走した折にも最も多い10万円の寄付を行った。この貢献により1924年12月、大学は、久屋・小屋田の両人に、早稲田大学公品の称号を送っている。戦時中は右翼及び軍人テロリストに狙われたため、 寝室の扉を機関重装車にも耐えられる、要鋼鉄製にしたという逸話を持つ。1945年8月の日本の敗戦時には、病の床にあり、GHQ の圧力による財閥解体には最後まで抵抗したが、かなわず、それに落胆したのか、同年12月に没死した。生前、岩崎の邸宅は、東京、麻布鳥居坂にあり、同時には1955年、 国際文化会館が竣工した。孔子夫人は、旧薩摩国鹿児島藩主統治氏の文家島津渦彦男爵の娘。小谷田、孔子夫妻は子供に恵まれなかったので名の都子を、養女に迎え、林忠氏の孫、忠男都子の婿とした。小谷田の養子氏となった、岩崎忠男は後に、三菱門さんと家政の社長を務めた。諸子の一人は、 箱根底倉温泉の老舗旅館、津田屋の経営者、沢田敏義の幼女となり、後牧田与一郎に嫁いだ。与一郎の四、男がピース艦爆弾事件の牧田義明である。鎌倉大木ヶ谷津には、岩崎家の広大な敷地と屋敷があり、小屋田は、当地の無料寺谷に別邸を持っていた。後に、ポマードの柳屋本店の創業者一族が市家や、 大文社創業者一族赤桶に買い取られ、一部は、その後、木庵などの料亭になったが、閉店した。岩崎小屋田は極めてはっきりとした経営理念を持ち、経営者として実践をしていた。経営者として、経営に関して、利順を超えた目標を持つべきで、それは国家への奉仕、国立民服の実現、一人一人の社員の人間としての完成であるとして、 長年社内で強調した。この理念は参考量として1920年の小屋田による訓与をもとに、1934年に三宅川、百太郎三菱商事会長により制定された。以来その精神、価値観はいわば、三菱の DNA となって、今日においても脈々と生きており、三菱グループの企業活動の指針となっている。また、日本では、 大正の中頃に白熱的な投資ブームが起こり、1920年に崩壊した。これは、ガラと呼ばれる、今でいう、バブル崩壊である。これによって、大手商社がいくつもの大損失や破産に追い込まれた。この投資ブーム直後、小屋田は、3時以上の社内幹部一人一人に手紙を書き、不可放慢の兵を去って、出実権人の風を進行せよと劇を飛ばした。 内容は以下である。1、各科学者の当局者はおのおのその責任を重んじ、その担当する業務に全力で尽くせ1、互いに、相より、相助け、和中共同して、ことに当たること1、目を大局に放ちて、各種の事情に留意し、常に、金業の処置を誤らざること1、不可放慢の兵を去り出実権人の風を進行して、人心を緊張せしむこと1、 組織を調節し事務の干渉を図り、能率を高めて実質を極ぐること。ありがとうございます。